どうもかいです。僕は今静岡伊豆に来ています。今日はここ伊豆エリアでなかなか予約の取れない大人気温泉宿に宿泊します。アルカナ伊豆というお宿です。僕もずっと気になって今日ようやく予約が取れてやってくることができました。それでは早速行ってみましょう。で、僕が今いるのは修善寺温泉というここ伊豆半島の中でも最も歴史ある温泉街で、かつては川端康成や島崎藤村、夏目漱石など多くの文人が愛した温泉街になっています。ただ今回僕がいるアルカナ伊豆はもう少し南の方に行った湯ヶ島温泉というところにあります。ここ修善寺温泉もこうやって川沿いにたくさんの温泉宿が連なっていて、なかなか風情ある景色が広がっていますね。で、これ目の前には綺麗に竹林が立ち並んでいて、ここが竹林の小道という有名な観光スポットにもなっています。さあ、それではお宿に向かっていきます。さっきいた修善寺温泉からアルカナ伊豆までは車で約20分です。東京から車でお宿まで行く場合は約2時間半かかります。公共交通機関を使う場合は東京駅から三島駅まで新幹線で約60分、三島駅から修善寺駅まで伊豆箱根鉄道寸津線で約20分、修善寺駅からお宿の最寄りのバス停まで路線バスで約35分です。こんな感じで本当に伊豆半島のど真ん中に位置しているんですよね。海岸沿いの伊東温泉などは行ったことがありますが、この真ん中のエリアのお宿に宿泊するのは今回初めてなんでね、ワクワクしています。はい、到着しました。この目の前のコンクリートにアルカナという文字が刻まれていて味がありますね、この辺で。奥に見えているコンクリートの建物がエントランスですね。後ろには国道や民家はありますけど、こっちの今見えているお宿がある敷地内から向こう側は建物は存在せず、緑いっぱいの景色が広がっています。では早速中に入っていきましょう。アルカナ伊豆は2007年開業、オーベルジュと言われる温泉宿で、オーベルジュとは宿泊施設を備えたレストランのことです。つまり料理を楽しむことを滞在のメインとしているということになります。オーベルジュではその土地ならではの食材を使用した本格的なお料理が最大の魅力です。アルカナ伊豆ではそのお料理を味わうためだけに旅に出かける、そう言われるオーベルジュを目指しているとのことです。創意工夫を凝らしたお料理だけではなく、全16室に源泉かけ流しの露天風呂がついており、朝昼夜四季折々に表情を変える渓流沿いに身を置き、何もしない贅沢をするにはぴったりのお宿です。お宿の中に入ってきましたが、今目の前に見えているこの建物がレストランです。レストランの中は夕食の時にどんな感じかお見せしますね。お宿に到着するとスタッフさんがお出迎えをしてくれて、そのまま客室に向かってチェックインする形になっています。この渓流沿いにコンクリートの造りの建物のお宿っていうのは結構珍しいと思うんですけどね、あまり記憶にない気がします。これらが客室になっていて、客室タイプはこんな感じで4種類あって、今回僕が宿泊するのはお宿の中でも最もリーズナブルなリバービュースイートですね。リーズナブルとは言ってもスイートと名が付いている通り、露天風呂もありますし十分な設備が整っていると思います。一番端っこの方の建物で階段を上って客室に到着です。鍵はこんな感じのキーホルダーになっていて、開けるとアルカナっていう風にこれ書かれてますね。そしてここに鍵があります。では入ります。楽しみだ。オープン。まずドア開けると目の前、ここで靴を脱いでスリッパがこんな感じで、すごいふわふわなものが置かれていますね。で、客室は窓の向こう側には綺麗に
緑の景色が見えていて、こっち側右手にツインベッドが並んでいます。まあ、このホテルは館内、お部屋の中はあえて華美な装飾を抑えたぬくもりのある自然と一体になった作りになっているんですよね。ホームページにも特別な我が家と書いている通り、まるでお家に帰ってきたかのような安心感を感じさせる落ち着いた空間です。で、これ窓正面にこんな大きなソファーが置かれていて、思いっきり足を伸ばして横になってくつろげる空間になってます。で、ここに腰掛けて、こうやってまるでピクチャーウィンドウのような大きな窓の向こう側にあるこの伊豆らしい大自然を望むことができるということですね。緑の景色はもちろん、下を見ると綺麗に川が流れているのもよく見えますね。都会の喧騒から放たれて、これは癒される空間だ。で、ここ正面にテーブルがあるんですけど、ここにちょっとしたボックスがあるんですよね。これ開けてみるとこんな感じで、こちらの小説と水彩画のセットですね、ご用意しております。こちら鉛筆で書いて水のペンでなぞると水彩画のようになるセットですね。で、こちらの原田マハさんの短編小説のしおりの部分がアルカナを題材とした短編なので、こちらもぜひお楽しみください。はい。そしてこっち側には空気清浄機で、インフォメーションがいろいろ書かれたものがここに置かれてます。この辺はレンガ作りになってるんですね。で、角部屋なんでたくさんの光が入ってきますね。ここの部屋はすごい開放的で、ここには BOSE の CD プレイヤーが置かれているのかな。右手にはアルカナオリジナルのリラクゼーション音楽の CD がこんな感じで置かれてます。そしてベッド脇は両サイドにミニテーブル、ライトがついてますね。奥の方にはティッシュとか、照明のスイッチ、コンセントもあって、ここには電話ですね。こっち側にも奥にこうやってコンセントがついてますね。いやー、ここから見る景色もいいですね。奥の方、後で見せますけど、温泉も見えてます。で、ここにはちょっとしたテーブルコンセントがあって、絵が飾られていて、この下ですね、開けると冷蔵庫があって、冷蔵庫内のドリンクは全てインクルーシブサービス、無料でいただくことができます。あ、ニューサマーオレンジとか静岡らしいものが置かれてるのがいいですね。さらに左手ビールまで無料です。で、こっちの右手の扉は中見ると、下にはここにもお水置かれていて、ネスプレッソのコーヒーマシンですね。開けるとこんな感じで4種類のコーヒーを楽しむことができるようになっていて、左手にはバルミューダの電子ケトル、そして上にはカップですね。これカップは陶器のりたけが使われていて、で、ここには静岡のお茶も置かれています。で、この辺にも各種グラスが置かれてますね。こんな感じで、ここの上の引き出しを開けてみると、さっき CD プレイヤーがありましたけど、ここには温泉ソムリエが作った各時間に適した音楽の CD が置かれているんですかね。珍しい。で、こっち玄関の横ですね、ここがウォークインクローゼットになってますね。かなり広々とした空間になっていて、ハンガーとかがあって、スーツケースも余裕で置けるスペースで、ここにはこんな感じでヨガマットも置かれていますね。トレーニングするか、これ使って。で、この白いやつがパジャマですね。右手にファブリックミスト。まあ、この宿は館内着とかはないので、レストランには清掃で行く必要があるんですかね。で、その下には、これは何だろうな、木が置かれていますけど、シューズキーパーか？ん？何これ？鏡がないと思ったんですけど、これ扉を閉めるとこうやって姿見が出てきました。いやー、今ちょっと太陽の光が強くなって、この客室の中に入ってくる木漏れ日がとっても綺麗ですね。そしてこっちの左手ですね、エアコンがこんな感じでスイッチありますけど、扉を開けるとこの先が水回りのスペースになっています。わー、すごい白を基調とした
とっても広々とした空間になっていて、目の前洗面台ですね、大きな鏡で上にこうやって窓もついてますね。で目の前これ洗面台、各種アメニティが、これハンドソープですね。でこのアメニティがオーガニックの長野のラカスタという会社が作っているものみたいですね。でこの辺には歯磨きセットが置かれていて、ボディタオルに、でこれが化粧品グッズのセットですね。袋閉じにされていて、裏見るとこれまたボタニカルの化粧水乳液が入ってます。アメニティ類はこんな感じで、バトラーさんに頼めば貸し出し品持ってきてもらえます。でこの辺は小物置きやティッシュ、そしてボディクリームに拡大鏡ですね。で下にはバスローブや各種タオルがこんな感じで取り揃えられていて、こっち左手向いてみるとこれもタオルですね、タオル掛けもあって、こっち右手にトイレがこうやって広々とスペースあります。ちなみにタオルは今治製の高品質なものが使われています。で反対側振り返ってみると、まずはここの扉の先にシャワールームですね。はい、シャワールームはこうやって仕切られた空間なので、冬でも寒くないのでね、快適に浴びられそうです。そしてハンドシャワーですね。でアメニティがさっき紹介したラカスタのものが置かれています。でこの先が客室露天風呂です。オープンします。いやーこれはいいな、すごい贅沢な広々とした空間になってますね。目の前、足を思いっきり伸ばして浸かることができる、大人2人でも入ることができるぐらいの大きな浴槽があります。これはもちろん源泉かけ流しでいつでも好きな時に浸かることができます。でこのお風呂だけで十分贅沢なんですけど、これ浸かりながらこうやって緑の景色、大自然に囲まれて優雅にくつろうことができるということですね。で少し奥の方こうやって覗いてみると、このお風呂からも川の景色を望むことができるようになってます。やっぱりこの川のせせらぎを聞きながら浸かることができるっていうのが特別感があります。あでも本当これ森の中の別荘感がありますよね。これは温泉浸かるの楽しみだ。はい、では今日はここで一泊します。いや本当におこもり滞在するにはうってつけのお宿という感じですよね。でこの客室の料金はリバービュースイート2名1室2食付きで12万円台から宿泊できます。1人当たり6万円台ですね。で今回僕は1人で宿泊していて、1名プランも受け入れてくれるのは本当にありがたい。1名1室2食付きで9万円台から宿泊できます。まあ、今回僕はヤフートラベルの割引で8万円台で宿泊できました。ではこの後はそこにある客室温泉にゆっくり浸かって、この宿の振りであるフレンチのディナーですね、すごい楽しみです。でお部屋でチェックインする際にウェルカムサービスをバトラーさんが準備してくれます。まずはこれが近くの月ヶ瀬というところ、梅が有名みたいで、その梅を使ったジュースですね、アルコール入りのものもありました。いやこの後ろに見えている緑もめっちゃ綺麗じゃないですか。そしてお菓子のサービスもあって、右手の緑色のものがユズとマロンのダックワーズで、左手がカフェアーモンドのクッキーですね。いただきます。いやーこれ梅のシロップが使われていて、すごい濃厚な梅の風味がしっかり広がっていきますね。で炭酸とレモンですっきりうまい。で柚子とレモンのダックワース、マロンと生地の甘みにちょっとこう柚子の酸味が効いていて、甘みと酸味のバランスがいい感じで、カフェアーモンドクッキー、いやーこれも生地の甘みにアーモンドの香ばしさ、そしてちょっとコーヒーのような苦みが少し効いていて、大人の上質なクッキーっていう感じですね。
や、到着した瞬間ほっと一息落ち着きます。この素晴らしい川、緑の景色を眺めながら最高だ。で、お部屋の中にある案内を見てみると、ルームサービスもありますね。ここにはおすすめのワインとか日本酒、季節限定になるのかな。で、次のページにもドリンクメニューですね。上にはシャンパンワイン、下の方にはジャパニーズティーセレクションとかもあります。で、他のページ、ウイスキーもこうやってたくさんありますし、最後のページには日本酒、焼酎もたくさんラインナップありました。館内にスパの施設もあるので、こうやってスパのメニュー表もあります。最上級にリラックスしたい場合はこういうスパを利用するのもいいですね。マッサージのサービスも書かれています。で、チェックインの際に早速夕食の紹介がもうあったんですよね。神秘と書かれていますけど、メインが牛肉、豚肉、お魚から選ぶことができるようになっていて、すごい迷いますよね。これ何を選んだかは夕食の時のお楽しみです。ではここアルカナビズの一つの楽しみ、客室露天風呂に早速使ってみます。いやー、めちゃくちゃ気持ちいいわ。これは最高だ。日中にこんな大自然に囲まれた中で温泉にゆっくり時を忘れて浸かることができるっていう贅沢ですよ。本当に騒々しい音が何一つ耳に入ってこない。川のせせらぎや鳥の鳴き声、風になびく葉っぱや木々の音、マイナスイオンたっぷりの空気で癒されますね。浴槽もこれしっかり深さがあるんで、体全体を温泉に浸かって温めることができますね。で、少し熱くなったらここが段差になってるんで、こうやって半身浴をして、で、立ち上がってみるとこうやって綺麗に川の景色を望むことができますね。いやー、今日はやっぱり天気がいいから川の流れもとっても穏やかで綺麗ですね。完全なるリバービューの景色、まあこうやって大自然が目の前、人気が全くないからこそこれだけ開放的な露天風呂を実現できているわけですね。で、ここの湯ヶ島温泉の泉質は無色無臭のカルシウムナトリウム硫酸塩泉、特に大きな癖のないお肌に優しい、ゆっくりと長湯を楽しむことができる泉質になってます。源泉の温度が46度ぐらいっていう風に言ってましたね。で、実際に使っていると40度ちょっとぐらいかな、ちょいぬるぐらいで、長く使っててものぼせることがない、個人的には一番好きな温度設定ですね。じゃあ、いただきます。ニューサマーオレンジ、うまいっすね。この濃厚なみかんの風味がしっかり出てる、中に蜂蜜も入ってるんでね、しっかりとした甘みの中にニューサマーオレンジは酸味もしっかり効いてますね。うまい。いや、やっぱ温泉に柑橘系のドリンク最高すぎる。至福だ。じゃあ、せっかく冷蔵庫に無料のビールがあるんで、風呂上がりに一杯。はあ、やっぱ風呂上がりのビール最高だな。うまい。いや、この緑と川の景色を眺めて、誰からも邪魔されない、ゆっくりと時の流れを感じながら過ごす、これは至福ですね。レストランの中はこんな感じ。壁際にソファー席があって、その前にカウンター席があり、目の前にライブキッチン、その場で調理している様子も楽しみながらお料理をいただくことができます。
この辺も一般的な宿泊施設のレストランとは作りが違って面白いですよね。プライバシーが気になる方はソファー席の裏側にはこんな半個室の席もあります。レストラン棟の中にはこんな感じでちょっとしたショップもあります。客室にも置かれているこだわりのアメニティが販売されているほか、レストランが主軸ということで、これは実際に提供されるお料理を絵で表現しているんですかね。アーティスティックな作品が置かれています。あとはこんな地元のローカルジュースですかね。ボードゲームや本など貸し出し品もここにありました。はい、席に着きました。夕食はこんな感じでカウンター席でいただきます。あ、すごい、メニュー表も面白い作りですね。ここの伊豆の旬の食材をふんだんに用いたお料理が食べられるんでしょうね。あ、で今説明いただいたんですけど、これは最初に出てくるタパスの盛り合わせみたいですね。でも左手はね、なんとシェフの方が手書きで絵を描いたみたいです。すごい。でこれがドリンクのメニュー表ですね。お部屋で見たのと被る部分ももしかしたらあるのかな。左上シャンパーニュ、グラスワイン、まあ、ビールとか、右手にはワインのペアリング、日本酒飲み比べとかもありますね。で次のページには静岡茶セットとノンアルコールも結構種類豊富です。ここがティーって書いてるんで、たくさんのお茶が並んでます。まあ、やっぱりお茶の県ですね、静岡。これもすごいな、1日限定3名様のみの静岡緑茶セット。でこれがワインかな。まずは白ワインが並んでいて、で次のページに赤ワインですね。で最後に日本酒もずらりと並んでいます。それぞれ地元の食材を使ったお料理、駿河湾本エビと深海のエビを燻製にいたしまして、クリームチーズをと一緒に小松菜で作っております。そしてその手前が天城シャモですね。地元のシャモ肉、紅揚げ物でございます。アクセントにフキノトウを乗せております。そして3種類目が、うなぎですね。こちらを塩漬けにした桜の葉で包んで、パン、こちらも揚げ物にしております。木の枝に見立てたチーズを乗せております。こちらが、アワビのバターライスですね。クレープ生地を器にしまして、その中に閉じ込めてございます。そして最後がチェックインでもご紹介した歌子さんという地元天城の元気なおばあちゃんの育てた新鮮な卵と地元の旬のタケノコを、藤山プロシュートという、こちらも静岡県の御殿場市で作ってます生ハムで巻いてございます。いや、すごいね。こんな出され方今までのお宿で見たことないですよね。伊豆の大自然をイメージしたような器になってるんですかね。じゃあフィンガーフードということでそのまま手でいただきます。これが本エビの燻製小松菜クリームチーズ。うん、めっちゃうまいですね。これは中にプリプリのエビが入っていて、そこに燻製の香りがしっかりと漂っていて、その中にさっぱりとした小松菜とクリーミーなクリームチーズ、めっちゃ相性がいいですね。いろんな味わいがあるけど、このエビの旨味を邪魔しない引き出している味付け、すごい。で次がこれ天城の鶏肉ですか。さっきはこうクリーミーな食感だけど、これはサクッとした食感の中に鶏肉が中に詰まっていましたね。そしてフキノトウディップ、中にフキノトウ、お野菜のちょっとした苦味がいいアクセント。これがうなぎですね。桜の葉の塩漬けって書いてますけど、これも表面サクッとした食感で、中にぎっしりとうなぎが入っていて、ほんのりと桜、そして塩加減も絶妙ですね。どれも中にある食材の旨味をちゃんと引き出すけど、今まで食べたことがないようなこう味付け、味わいで面白い。これがアワビのバターライス、中にライスが入ってるんですよね。これめっちゃうまいっすね。クレープコックって書いてるんで、パリパリのクレープ生地の中にアワビとバター、高級鉄板料理の締めのライスとかで出てきそうな感じですよね。卵、藤山プロシュート、
いや、これも食材自体は全部食べたことあるやつのはずなんだけど、初めて食べる味わいですね。噛んだ瞬間に卵、黄身の旨味がじゅわっと広がっていって、で中にタケノコと地のり、海苔の風味がふわっと広がっていく感じ。いや、このタパスの盛り合わせ本当に面白い。今まで食べたことがない味わいばっかり。いやー、うまい。なのでこのタパスの台は来る時期によって入れ替わるみたいですね。四季によって、今回は今2024年の冬バージョンということでこういう台が作られていると。で、今回のこの作品自体はこのアルカナ伊豆の中のどこかを切り取って持ってきたものっていうふうに言ってましたね。なんでリピートしてもこうやって料理の時間に味はもちろん目で見ても楽しめるっていうことですね。何度来ても。で、タパスが終わってメニュー表を出してくれました。まあでもこれはさっき客室で見たものと同じ内容ですね。本マグロと新玉ねぎ、塩ミニキャビアを添えてもらいます。新玉ねぎは下の方に冷製のフランとネギもこのパンナコッタとか表現してます。ムース状に、ご用意してますので、スプーンで下からすくい上げるようにして、新玉ねぎとマグロをご一緒に召し上がってくださいませ。いやー、これはうまそうですね。メニュー表にはアオリイカって書いてるんですけど、僕イカとタコがそんなに好きじゃないっていう風に伝えたら、こうやって違うメニューで準備してくれました。本マグロか。下からすくってキャビアや玉ねぎ、マグロ一気にいっちゃいます。これも美味しいな。本マグロがもうトロトロで甘みがあって、素材が素晴らしいのはもちろんなんですけど、そこにちょっとこう甘みのある下の白いソース、クリームですね。ここ甘みだけじゃなくて玉ねぎがあるので、ちょっとこう酸味を演出する中に、そこに上品なキャビアも添えられることによってね、これは贅沢なお料理ですよ。で、この下のソースは今聞いたらもう完全に玉ねぎだけの甘さみたいですね。砂糖とか全然使ってなくてびっくり。玉ねぎってこんな甘いんだ。そしてお魚にはこれですね、日本酒、大分豊後大野のお酒でございます。いただきます。いやー、うまいですね。やっぱりお魚に日本酒は最高だ。甘みとキリッとした辛みのバランスがすごくいいですね。こちらは下田の豆腐マンから特製パンみかんと竹炭バターでございます。どうぞお召し上がりください。説明してくれた通りね、これもこだわりのバター。下田にあるどんぐり農園さんというところで年中柑橘が取れるみたいですね。それを使ってるってことで、なんでこれもシーズンによって味が変わるみたいです。オレンジのすっきりとした酸味があるクリーミーなバターですね。すごい食べやすい、上品な甘さが広がってきます。駿河湾赤材ミキュイと申しまして、表面だけさっと火を入れて、中心はほぼ生の状態でご用意いたしました。その下にエビの出汁をベースとした地元の黒米や小さく刻んだウド、トマトなどを加えた薬味入りのエビのソースを敷いてございます。周りにはスライスしたウドや黒米のチップを重ねてます。こちらをパリパリ割っていただいてご一緒にお召し上がりください。いや、これまたすごいのが出てきましたね。赤座エビっていうのがあるんだな。プリプリでめっちゃ身がでかいぞ。いや、これもうまいですね。この赤座エビっていうのはこう食感がプリプリってしてるというよりはちょっとこうしっとりとした感じなんですけど、表面だけ炙って中の甘みをちゃんとこう出してますね。甘みがしっかりあるので、この下のソースはこうトマトとかそういった酸味を演出するようなもので作られているんですね。ちょっとした酸味でこのエビの甘みをさらに引き立てて、で食感の物足りなさをこのサクサクパリパリっとしたこのクレープのような生地で演出してるわけですね。これも絶品。また海の幸は日本酒が合います。いやー、うまっ。ちょっとメニューにないんですけど、おまけでシェフからプレゼントで、あの取れるシーズンだけちょっとご用意してるんですけど、今あのタラコの海苔が取れるんですね。海苔で作ったスープです。中の黄身にアサリが入ってます。ちょっともう生で取れる時だけ出してて、もうちょっと終わっちゃうと冷凍になってしまって、それで出てるんですけど、やっぱり生と冷凍になってるんで、
風味が違う。本当に海苔の味噌の香味を食べてもらうっていうスープ。はい、ちょっと期間してる限定なんですけど。ありがとうございます。期間限定？今だけのメニュー表にないサービス。このスープから。めっちゃうまい。海苔の磯の香りがすごい上品な形でこう口に広がっていきますね。オリーブオイルとかそういったものにかかってると思うんですけど、絶妙な塩味の加減のスープですね。でアサリがめっちゃでかいのが入ってる。これ、いやこれは贅沢。いやこの料理もね、もちろんこのアサリの素材が素晴らしいんですけど、そこにいつもとは違ったこう味付けで口の中を楽しませてくれるお料理ですね。いやーめっちゃうまい。アマゴと野草の一皿です。野草は全部シェフがこの辺で積んでいきます。春の恒例料理です。自分でダイエットのためにこの辺で取れる野草の一皿ですね。で下にあの白いピューレはニンニクのソースですね。ニンニクを使った少し柔らかめなソースにして、であとアマゴはもうこの辺でアマゴを養殖してるかってすごい有名なところがあるので、まあそこのアマゴを4時間ぐらい低温でしっとりとコンフィしたものになっていて、骨をまくってそのまま召し上がりいただけます。で黄色い卵はアマゴの卵ですね。黄金ぐらいの卵を添えてますので、まず下のソースと一緒にこういろいろ絡めていただいてサラダみたいにして召し上がりください。いやすごいですね。これは色とりどりの野菜が盛られていて、アマゴですね。あんまりアマゴ川魚ですよね。今まで食べた記憶がないんですけど、いただきます。すごいしっとりと焼き上げられていて、でもこの表面の皮の部分はちょっとサクッとね香ばしく絶妙な焼き具合で、このソースはほんのりとガーリックが香るクリーミーな感じで食材の味を邪魔することなく程よい加減ですね。キンメダイですね。まあ水に切っていただいて用途していてキンメダイなんですが、あのバフルで蒸して用意してます。今日は季節なんでお豆と一緒に用意してるんですが、あの普段はちょっとタコのちょっとテリーヌとタコの出汁の食品を用意してるんですが、今回ちょっとタコの代わりにあのモリユっていうあのタロに取れる木なんですけど、モリユを煮込んでその時に出た煮汁を煮詰めたソースと一緒に用意してますので、ご一緒にお使いください。伊豆といったら金目鯛ですね。蒸されてるんですごい身が柔らかくホクホクで一気に口の中でとろけていきましたね。金目鯛めっちゃうまい。なんでこのエンドウ豆のこの緑のソースも絶品ですね。金目鯛の脂身たっぷりのジューシーな味わいの邪魔をしないさっぱりとした自然由来の味付けになってますね。エンドウ豆でこんなにお魚の味が引き立つってびっくりですね。モリーユキノコの上品な香りもすごいアクセントになってていい感じ。海の幸と山の幸を贅沢に一度に味わえるお料理ですね。これはお魚なんで日本酒が合います。いやーうますぎる。最高だこれは。金目鯛と日本酒。伊豆牛ですね。これはシンプルにローストにしてご用意して、牛から取ったお出汁のソースです。であとそれ以外のマッシュルームですね。あの長谷川さんっていう店で有名なフレンチの店だとこも使ってるような長谷川さんのところのマッシュルームですね。もう3種類の調理で色の白いのも生です。でお肉の手前にある方はあのソースとして煮込んだものです。なのでソースは肉の旨味のソースとマッシュルームの旨味を足したソースになります。であの奥の方にあるのはあのマッシュルームのピクルスですね。これをちょっと塩漬けにしたものです。ちょっと3種類のマッシュルームをちょっと遊んでみます。あとはちょっとケールを添えてますので、これを入れてみます。さあメインディッシュやってきましたね。伊藤牛。うわ、ナイフもすごい切れ味がいい。スルッと切れちゃいました。いや、めっちゃうまいわこれ。もうシンプルにこの岩塩が振られてる部分を今食べたんですけども、これで十分な美味しさ。口に入れた瞬間一気にとろけていきました。肉肉しさとジューシーさのバランスも完璧ですね。いやシンプルを極めた最上級のお肉を食べてるっていう感じです。これは想像以上に美味しくて、最近食べたお肉の中でこれ一番美味しいですね。これお酒が進むぞ。あーうますぎ。
シュリウムもいろんな調理方法で食べられるっていうのが珍しいですよね。白いやつはもうほんとシンプルなマッシュルームの旨味で、あれは奥のが酢漬けって言ってますかね、若干酸味があって柔らかさもあって、このソースはソースで濃厚な甘みがあって味の変化楽しめて、いや本当にお料理の時間が楽しいですね、このコース料理は。でも一つでコースビールがワールドミスター、ワインを作るときにフローカスとしてブランドマルで表面からルクテーだとかコースビール、下田にあるバターでも使ってたどんぶりのようさんの話と、あとは蜂蜜のデザートです。下に蜂蜜のゼリーとみかんのゼリーと、あとカットした柑橘、でその上に白いヨーグルトのソルベが乗っかってます。で上は蜂蜜の薄いクリールというクッキーみたいなやつ、柑橘の皮を乾燥させたパウダーをかけてます。パリパリって割ってもらって、下の、ヨーグルトのソルベと一緒に作ってお召し上がりください。デザートまですごい遊び心がありますね、この器といい盛り付けといい、中の冷たいアイスに周りのこの柑橘が溶け込んでいって、一気にみかんの美味しい風味が口の中でフィーバーしております。この上のサクッとクレープのような生地の食感も最高ですね。これは居づらさを存分に感じられるデザートだ。ベニホッペって地元のイチゴなんですけど、チョコレートと抹茶ですね。一番下がミルクチョコのムース、その上に抹茶のパウダーですね、紅ホッペをカットしたものと紅ホッペのソースで、アイスがそのイチゴのアイスです。少し食感のアクセントに、スポンジですね、抹茶のスポンジを添えてご用意しています。デザート2種類も出てくることってあんまないですよ。これもうまいわ。イチゴ本来の甘みに、もちろんイチゴには酸味もあるんで、そこにさらに抹茶の苦味、ただ甘いだけじゃなくていろんな風合いを楽しめるデザートですよね。で味だけじゃなくて、このサクッとしたアイス、そしてふわふわのスポンジの食感でも楽しめる。食材自体がシンプルでありながらも、ありそうでない、なかなか食べることができない贅沢なデザートですね。これもお茶菓子のシェフの作った作品にお菓子を載せておりますし、テーマはお庭でございます。このイメージに合わせてパティシエはお菓子の植木鉢のように仕上げてご用意しております。まずはサボテンをイメージしたピスタチオクリームのタルトと、中央の背の高い白色の植木鉢が中にもろみを使ったチーズケーキが入っております。そして最後が黒い鉢植えが、チョコミント、こちらは本物のミントの葉を飾ってございます。お茶とご一緒にどうぞお楽しみください。まさかの3つ目出てきました。さっきので終わりと思ってたからびっくりした。しかもこんな遊び心ある提供方法で、これがサボテンイメージって言ってましたね。マカロンのようなしっかりとした甘み、これがチーズケーキだったっけ。すごい、噛んだ瞬間周りのサクサク生地の中からクリーミーなチーズの味わいが口に広がっていった。で最後これがショコラ、ビターチョコレートとミントの間違いない味わいだ。ご飯食べて丁寧にレストランからお部屋までバトラーさんが案内してくれました。でお部屋に戻ってくるとターンダウンサービスが完了しています。この後気持ちよく眠りにつけるよう薄暗く照明が整えられていますね。で奥の方の CD プレイヤーからはリラックスできる音楽が流れています。あでも夜もこっちの川沿いの方は木がこうやってちょっとライトアップされてますね。お風呂入ってどんな雰囲気なのか楽しみだな、夜も。で、テーブルの上にバトラーさんからこんな丁寧にメッセージカードも書かれていますね。で、ハーブティーをご用意しましたっていう風に書いてます。これがハーブティーかな。で、奥のここの紙にはハーブティーの効能とかが書かれていて、お水も準備してくれてます。
いやー、夕食さすが美味しかったですね。評判がいいだけあって、やっぱりこの伊豆のエリアは、ここの今いる中央のエリアは山の幸がたくさん取れて、両サイド海に囲まれているので、山の幸も海の幸も本当に品質の高いものが取れるのでね、食材の品質はもちろん高いですし、まあ僕はチャンネルの中では旅館に行くことが多いんで、美味しい和食はたくさん食べてきましたけど、やっぱフランス料理のエッセンスを取り入れたお料理となると、いつもは食べたことがないような新しい発見がたくさんあるので、やっぱり面白いですね。和食とフレンチが融合したお料理は間違いない味ですね。で、味はもちろん盛り付けとか、こうお料理の提供の仕方、器もシェフの方が考えたっていう、すごいアーティスティックなものばっかりで、いや、もういつもとは違う完全なる非日常のお料理を楽しめますね、ここの宿は。はい、ではちょっと客室でまったりしてから夜の温泉浸かりましょう。はい、夜の温泉に浸かってます。もう最高に気持ちがいいわ。で、夜になるとこれが素晴らしくて、上を見上げるとこうやって綺麗に月が見えてます。まあ動画だとね、ちょっと暗くて分かりづらいかもしれませんが、これ肉眼で見るとめちゃくちゃ綺麗なんですよね。この辺り光が全くないんでね、辺りが暗い分月明かりが本当に綺麗に見えてます。今これ目の前一応木の枝があるんで、まあ、新緑、真夏の時期だったらこの辺は緑の木々で生い茂ってると思うんですけど、今まだ葉っぱが生い茂ってない分月が綺麗に見えているっていうね、やっぱ季節ごとに違った景観を楽しめますね。本当に綺麗。美味しいご飯食べて気持ちのいい温泉に浸かって、綺麗な月明かり、夜空を見れて、これは幸せだ。おはようございます。翌朝です。静かな環境で本当にゆっくりぐっすり眠ることができましたね。で、朝起きてすぐにこうやって温泉張られてるんで、お風呂に入ることができるっていうのがもう最高ですね。で、朝はまた昨日の夕方頃とは違う景観になってますね。空を見上げるとこうやって快晴のブルーが広がってます。で、もちろん緑の景観も素敵なんですけど、この川の方を見下ろしてみると、太陽、朝日が反対側にあるんで、木々を照らして川の部分に光と影のコントラストを作っていて、木漏れ日がとっても綺麗です。これは素晴らしい。朝もマイナスイオンたっぷりの空気を吸って幸せですね。はい、朝食会場にやってきました。朝はこうやって綺麗に緑を眺められますね。で、最初にこんな感じで好きな卵料理を選ぶことができるようになっています。で、こんな感じで目の前にメニュー表を置いてくれました。これも綺麗に絵で描かれていて、すごい分かりやすいですね。多分シェフの方が手書きで書いてくれたんでしょう。グレート。こちらがグレープフルーツ。こちらがコンカレーですね。こちらがニンジンジュースですね。トマトジュースになります。ありがとうございます。お料理の内容を説明させていただきます。今こちらにございますのが、こちら特にビーツとトマトウォーターですね。そしてこちらも全てこの中に入れてください。一番下にはビーツ、梅がございまして、上にロゼワインのビネガーアイスクリーム、全てお入れいただいて、スプーンで下から具材をこう和えるようにして、そして完成でございます。右上のグリーンサラダにかかってください。そしてたまにございますのは、水牛とあとは季節野菜を一つ、下に伊豆牛のリエフと伊豆牛のうまみのソース、お好みの黒わさび、地元のわさびですね、ソースに溶きながら野菜と一緒に召し上がってください。石の上には自家製のパン、そして、スープございます、原木のシイラシとシラス、その隣には、マダイをごまでマリネしまして、マスタード、海藻、キャベツをお一品。左上にはデザートですね、フロマージュグランのパンダコッタとフルーツ、
乾物菜には地元の蜂蜜と自家製のベリージャムをご用意しておりますので、少しお楽しみください。オムレツとチキンクリームです。いや、朝食もすごい盛り付けで、これはアルカナ森の中のピクニックっていうのがテーマみたいですね。キャロットジュース、人参ってこんなに甘みがちゃんと出るんだ。自然の甘みが濃厚に出ててうますぎる。でこれがビーツって言ってましたね。かけて、でこれをかき混ぜて、ちょっとこう泡立った感じで、この木の枝のようなスプーンもすごいこだわりがあるけど、あ、すくうとすごい濃厚な赤色が見えますね。梅の酸味がしっかりと効いてますね。そこにビーツのさらっとした甘さで、カプチーノドレッシングって書いてる通り、泡立った食感がなかなかいい感じですね。すいません、これは飲み物じゃなかったです。普通に飲み物としても全然美味しくいただけたから勘違いしてたんですけど、ドレッシングでした。いやでも確かにね、ちょっとこう酸味が強くて味がなかなか濃いめだなって思ったんで、ドレッシングとして食べた方が美味しくいただけますね。野菜がもうこれ鮮度高くてシャキシャキでうまいわ。そこにビーツと梅の酸味が合いますね。でスープいただいちゃいます。あーうまい。このスープも今まで飲んだことがないような味わいだけど、しいたけのうまみが凝縮されてる、まあ、大分県とかでしいたけポタージュみたいな、コーンポタージュのような食感のしいたけスープは飲んだことあるんですけど、しいたけと中にしらすもたっぷり入ってて、海の風味も香ってきて、あとは玉ねぎとかも入ってるのかな。醤油ベースの味付けだと思います。この山の幸と海の幸のフュージョンですね。で季節野菜伊豆牛リエットと生わさび、これは比較的薄い味付けで、まあ、食感的にはシーチキンのような感じですね。その食感で伊豆牛、お肉の旨味が口の中に広がっていくんですけどね、このわさびが絶品ですね。で朝はね、あまりこう肉肉しいものだとお腹がきついんですけど、こうやって野菜たっぷりでお野菜と一緒にお肉を食べられるっていうのがいいですね。ハムもいただきます。いや、このハムめっちゃうまい。ホテルのビュッフェとかで並んでるハムと全然品質が違うわ。さすが自家製のハム。そしてオムレツもいただきますが、こんな綺麗に盛り付けられたオムレツ今まで見たことないですよね。なんと美しいトマトソースがかかってますね。いや、オムレツもうまいっすね。表面がしっかり焼かれていて、中がトロトロ、卵の濃厚な甘みにトマトソースの程よい酸味がめちゃくちゃ合いますね。クロワッサン、サクサクでうまい。パンはこの蜂蜜とコンフィチュールがめっちゃうまいですね。テーマの通り、本当に森の中をピクニックしているかのような、山の幸を中心とした自然由来の旨味を存分に感じられますね。目の前の緑を眺めながらだから